平野翔ガン・ユータ神宮寺ユータの仲良しトーク炸裂アルバム「ノー・アイ」の魅力を徹底解剖ナンバーアンンダーラインアイ、アアメリカでのフェス出演を経て今後の展望を語る2024年日本国内外で注目を浴びている音楽シーンの中でも特にナンバーアンダーラインアイというグループが大きな話題を集めている 彼らは今年アメリカの音楽フェスにも参加し、その勢いは止まるところを知らない。そして9月23日、待望の初フルアルバム、No.I. をリリースした。このアルバムは発表前からニューヨークのタイムズスクエアのビジョンに楽曲のミュージックビデオが映し出され、国内外のファンの期待を一層高めた。このリリースに先立って、テレビ番組、 ノンストップではメンバーである平野翔、元優太、神宮寺・優太がアルバム制作の裏側について語るインタビューが放送された。彼らのコメントからは、グループの創作の過程や個々のアイデアの出発点、そして、ノーアイという作品がいかにして生まれたのか、その真実が垣間見える。インタビューの中で、3人はアルバム制作の流れについて言及し、 特に楽曲のインスピレーションがどこから来るのかという質問に対して、神宮寺は、意外と外を歩いている時とか、ふとした瞬間にアイデアが浮かぶことが多いと答えた。一方で平野は、過去や今の自分たちを振り返るときにアイデアが湧いてくることがあると語り、自己探求や反省が創作に結びつく瞬間を強調した。しかし、興味深いのは、 彼らは思いついたことをメモする習慣がなく、結果的にアイデアを忘れてしまうことが多いという点だ。神宮寺も、メモしないから忘れるんですよね、と笑い、騎士も、思い出そうとしても、あれなんだっけってなることがある、と共感を示した。このように、彼らは瞬間的なひらめきに頼る傾向が強く、スタジオに入っている時こそ多くのアイデアが生まれると話す。 俺らってスタジオでひらめくことが多いし思いついてもすぐ忘れちゃうから現場向きだよねと平野は冗談交じりに語りメンバー全員が現場での即興的なアイデアに頼っている様子がうかがえるこのコメントからもわかるようにアルバム「n o ア i は計画的に練り上げられた作品というより現場の雰囲気やその場でのひらめきを大切にしながら作り上げられたものだ 楽曲のアイデアがどのように生まれるのかという点では、彼らはまるで職人のように、瞬間のインスピレーションを重要視していることが伺える。そして、そのインスピレーションがスタジオという、現場で形を成すということが、彼らの制作スタイルの特徴でもある。こうした、現場向きのアプローチは、現代の音楽制作において珍しくはないが、 彼らのようにそれを意識的に楽しみ、作品に取り込むスタンスは非常に興味深い。続いて、インタビューではアルバムのタイトル、ノーアイにちなみ、プライベートで三人が一緒に出かけるならどんな場所が、ナンバーワンかという質問が投げかけられた。秋の行楽シーズンを控えたこの質問に対して、騎士が、秋は気候もちょうどいいし、 紅葉とかも見に行くのかなと話し始めたが、平野は、でも男三人でお花見や紅葉ってちょっと微妙じゃないと、若干照れくさそうな反応を示した。続けて、騎士は、読書の秋って言うじゃないですかと提案したが、平野は、三人で集まって読書と困惑し、神宮寺も、友達んちかよと笑いを誘った。そんな中、騎士が突如、 行楽の秋、三人で出かけるなら、タケノコだ、とフリップに書き込んだ。この意外な回答に、スタジオは一瞬静まり返った。タケノコと不思議そうな表情を見せる平野に対して、騎士は、食べるのも楽しいし、取りに行くのも面白いじゃん。そもそもタケノコ狩りって会話が広がると思わない、と熱弁を振るった。しかし、平野は、いや、 あんまり広がらないと思うけど、と冷静に返し、騎士の提案には少し困惑気味の様子だった。さらに平野は、ちょっと遠出して、その車中徳がタケノコってこと、と突っ込みを入れ、騎士も、タケノコだよ、と真面目に答えるが、そのやりとりに周囲は大爆笑となった。このやりとりを通じて、騎士のユニークな発想と、メンバー同士の軽妙な掛け合いが見事に表現された。 たけのこという答えがなんとも不思議でありながらも、士の中ではしっかりとした理由があったことがわかる。彼はさらに、たけのこをいろんな食べ方で焼いたりして、カメラ回してさ、と続け、平野が、それもう仕事じゃん、と突っ込む場面もあった。最終的に騎士は、とにかくどっか行こう、と話をまとめたが、その無理やり感がまた笑いを誘った。このエピソードからも、 三人の仲の良さと自然体でお互いにふざけ合う関係性が垣間見える。彼らは仕事だけでなくプライベートでも非常にリラックスしておりその雰囲気がアルバムの制作過程にも大きく影響を与えているのだろう。アルバム「ノーアイ」が現場でのアイデアやその場の雰囲気を大切にしながら作られたことを考えると彼らのこうした自由な交流や ふざけ合いながらも真剣に取り組む姿勢が作品の中に反映されているに違いない。また、このインタビューを通して、アーティストとしての成長と自己表現へのこだわりが強く感じられる。彼らは一見、計画的でないかのように見える制作スタイルを持ちながらも、結果的には非常に緻密で個性豊かな作品を生み出している。アルバム「ノーアイ」には、 彼らの過去の経験や現在の心境が巧みに織り交ぜられており、その一曲一曲が物語のように感じられるのもそのためだろう。神宮寺が何周もして歌詞の意味を考えたりするのが楽しいと語ったように、リスナーにとっても曲を聴くたびに新しい発見があるアルバムとなっていることは間違いない。さらに、彼らが今後どのように進化していくのかも非常に楽しみだ。 現場のひらめきやインスピレーションに頼るスタイルを持ちながら常に新しい挑戦を続ける姿勢は彼らがただのアイドルグループにとどまらない存在であることを証明しているアメリカでのフェス出演や海外での認知度の向上は彼らの音楽が国境を越えて支持されている証拠だ今後の活躍に期待が高まる中で彼らがどのような形で次のステージに進むのか ファンとしては見逃せないところだろう。そうじて、アルバム No.I. は、ナンバーアンダーラインアイというグループの魅力が詰まった一枚であり、彼らの創造性やチームワークの結晶である。メンバー同士の自然体なやりとり、や、インスピレーションの源となる日常のひらめきが、どのようにして楽曲に結びつくのか、その背景を知ることで、 リスナーはより深く彼らの音楽に浸るることができるだろうそして彼らの今後の進化とともにますます新しい驚きや感動を提供してくれることを期待せずにはいられない。